境地点に移動します。エンカウンター敵、目視により確認。この風が闘技勝利をもたらしてくれますよ。打たなくてもバレませんよ。勝ちましたね。指揮官はお怪我などございませんか？マジ？戦闘か。今から集中します。この風が闘技勝利をもたらしてくれますよ。打たなくてもバレませんよ。リロード。うん、ざるそう。何か聞こえました？皆さん気をつけましょうね。話は分かった。要は研究基地を奪還するってことね。また潜入するのですか？じゃあ今度は指揮官様が私の前に立って。残念ながら潜入は不可能。外部ルートは全部塞がっているもの。内部にピルグリムに関する資料があるのは確かなのね。それは保証できるわ。あの、皆さんはウサギさんの仲間ですか？ウサギ？はい、女王様のしもべで私を幸せな世界へ連れて行ってくれるウサギさん。そう、私たちはウサギさんの仲間よ。持っているけど。どれどれ、私にも見せてください。このメガネは私の伝説の武器です。すべてを焼き尽くすビームが発射されます。私の伝説の武器は、この手袋よ。急所を7箇所押すと相手は必ず倒れる。あ、うわ、そっちの仲間さんはどんな伝説の武器を？私はラピの伝説の武器は強すぎるから封印している。封印する必要があるほど強力なんですね。そうよ、胸の中に封印しているの。そしてその封印は式ウサギさんだけが解除できるの。見せてください。ウサギさん、ラピの封印を。ボタンを押すとすぐに封印が解除されるのよ。そう、ここではできない。おお、ここじゃなかったらいいの？一日に一回しか解除できない。だから今はダメ。そうなの？
すごい伝説の武器ですね。その通り。大金みたいに危険な方たちですね。この風が闘技勝利を見たら、ずっと走りますよ。リロード。状況終了。次の作戦区域に移動します。